まあ、バレないようにヒデオくんのね、背後から、アサリを投げていこうかなと思いまして。なんか今日ヒデオくん、日向ぼっこしに来てるみたい。このビーバスパークという駐車場。パークって公園か。よう、ヒデオだよ。僕は今からヒデオさんではなく、セミオさんになります。セミオさんってややこしいかな。ヒデオさんなんだけど、セミだからセミオさんなの。わかる？ヒデオさんはどこにいるのかな？あ、いた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 ！何やってんだあいつ。セミになってる。夏だからかな。これ当たるのか？みー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 。ほれ。ほれ。え、待って、全然当た、え、これ当たんないの？おい、ヒレオさん、強え！これは全然当たんないぞ。え、これエイムが合ってないわけじゃないよね。全然当たんない。みー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 。おい、ヒレオさん、攻略見つけたな。ちょっとこれどうしよう。あ、出てきた出てきた出てきた。一個やってて、逃げろ逃げろ逃げろ。これバレたらやられるから逃げろ。バレた？バレてない？ヒレオさんはキョロキョロしてますね。あ、またついた。またそこつくか。これ無敵なんだよ。絶対当たんないんだよ。ね、なにこれ。ヒレオさん。セミ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 。セミ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 。あ、出てきた。わー、やべ、やられるやられるやられる。逃げろ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 。待って、無理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 。おい、おい、やった。おい、待て、おい、待て待て待て。僕は7日しか泣けないんだぞ。頑張れ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 。皆さん押せ。できる。やべ、やり過ごせやり過ごせ。あれ、いない、いなくなっちゃった。あっち行ったかな。いや、危なかった、今。めっちゃ危なかったわ。ビーバースパーク、こういうのがあるから面白い。新しい場所見つけた。みー、みー、みー、みー。みー、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 みー。どこ行ったんだ、ヒレオさんは。また日向ぼっこでもしてんのかな？セミになってんのかな？夏だから。あ、いない！いないぞ。どこだ？え、待って、こっち、こっちかい！みー、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 みー。こっちにいんのかい？あ、当たる当たる、今回当たる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 。でもやばいやばいやばい、怒った怒った怒った。ここでやばい、ここ逃げ場ない。ごめんなさい。逃げ場ないです。逃げ場ないです。待て、僕は7日なんだぞ。7日しか泣くことができないんだ。僕にアサリを投げた罰だな。痛い痛い。やられちゃったので、仕切り直してまた一からアサリを当てなくてはいけなくなりました。セミになってるヒロさん、痛い痛い痛い。もうまだやってるよ。ヒロさん。みー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 。僕は泣く泣く泣く。つくつく帽子、つくつく帽子。そこね、全然当たんない。なんであっちは逆に当たったんだろう。こっち当たんないぞ。もうさ、下に置いとけばさ、自分で飛んじゃね？当たった。みーん、あ、あ。これ罠！罠を作った！いい！いい！面白い面白い面白い！来てる来てる来てる！怒ってる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 ！来てるよ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 ！みー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 。待て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 。はい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 、オッケー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 。あっちいた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 。よし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 。またやってる、もう夏の風物詩や。みー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 。
登っちゃった。えい。あら、当たってない。当たってない。やばい、怒った、怒った、怒った、怒ってる。逃げろ、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 逃げろ。逃げろ、逃げろ。ここだ。危ねえ。みん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 。みみみみみみみん。みんみんぜみん。みんみみみみみみん。こんなとこで。こんなとこにいる。あ、ちょっとこんなとこにいるんだけど。案の定当たらないから下に置いとこう。うい。あ、あ、あ、ヒロさん、ヒロさん、罠に引っかかったな。やったー。あいやー、悪いね、ヒロさん。日向ぼっこして、セミのモノマネでもしてたのかな。マナーとして、アサリを下に置いといた。自分で取っちゃった。なんか、悪いね、ヒロさん。この反応はなんだ、この反応。落ち込んでるぞ。ヒロさん、アサリ当てられて落ち込んでる。ここ登れる？重い？重そうだね、なんか。重いよね。大丈夫、登れるか？あ、助走つけた。助走つけてもいけないぞ、そこ。頑張れ。反り立つ壁。あー。全然来れてないじゃねえか。登れな、登れないよ。ひろちゃん、どうやって登ったの、そこ。僕、登れない。アサリが重くて、助走つけてもいけない。登れない。登れない。俺、こっちから上がった、ヒロさん。ここ、ここ。こっち、こっち、こっち、こっち。そうそうそう。あ、うまい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 。うまい、うまい、うまい。うまい、あー、お礼言ってくれてる。ありがとう。よかった、登れて。何？あ、こっちから登れんの？それを早く言ってくれ。おー、こうか。おー、なかなかになかなかやりよるじゃないか。スプラトゥーン3で出てきたぞ。ヒレオさん出てきたぞ、スプラトゥーン3で。みなさん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今日は、うなちゃんからアサリを投げられずに、逃げまくりつつ、うなちゃんを探すゲームをやっていきたいと思います。本日は、ヒレオさんにアサリを10個投げて、捕まえるゲームってのをやっていきたいと思うんですけど、もしもヒレオさんに見つかってしまったら、まあ俺が倒されてしまうっていうね、隠れながら、スパイみたいに、ヒレオさんにアサリを10個与えていけたらいいなって思います。よろしくお願いします。さあ、あいつはどこにいるんだ？アサリ、アサリ、アサリ。僕はアサリが好きです。一体どこに行っちまったんだ？奥にいるな。このマサバ海峡って結構縦に長いからね、探すのが大変なんですよ。あ、いた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 。ちょっと待ってよ。おー、空が綺麗。なんかすごいね、あれ。ヒレオさん、橋渡ってる。軽快なステップで渡ってるよ。見て。てか、ここ怖いね。こんなとこいる？じゃ、ちょっと投げていこうか。届くか、あれ。うい、うい。オッケー、当たった。なんか、来てる。誰もいない！怖い。お化けだ。あ、じゃあ、こっち見た。こっち見たぞ。これ、バレたら本当にやられるので、気をつけましょう、皆さん。バレないようにアサリをくっつけるんや。このアサリを初めて見る人も多分ね、スプラ3、買って初めて見る人もいると思うんですけど、あの変な頭したやつ、あいつがヒレオさんだ。歩こう、歩こう。僕は元気。走るの大好き。全然止まらないんだけど、あ、止まった止まった。チャンスチャンス。今チャンスチャンス。よし。バレてない？
ちょっとこっち見てない。大丈夫これ。なんか警戒してるぞ。なんかそこにいたよな。投げてみる？気のせいかな。いやでも大丈夫大丈夫。ま、え、あぶねえ！気のせいだと思ってくれればいいんだけど。あ、よかった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 。あれ？あれなんか、ヒデオさん、足宿みたいなやつ見てるぞ。てか、まだ奥にも続いてるね。3、2、1、ゴー！さらに奥にも続いてるけど、これなんだろうね。ここにも足跡がある。ここにも足跡がある。めっちゃ気になってる。めっちゃ気になってるぞ。俺も気になる。なにこれ？飛行機かな？飛び用なのかな？あ、行き止まりじゃないこれ。あって、ヒデオさん、あ、やばいやばい、戻ってくる。怖い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 。おぶねーおぶねーおぶねー今の。おーい、おーい、ドドドーン。はい、一個取っちゃった。一個取っちゃった。一個取っちゃった。自分で取った。アサリは捨てます。ランランル。残り5個ならいける。1、2、3。やばい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 、見つけた見つけた。待て待て、ゆねちゃん、待て待て。ちょっと待って、身を隠さなきゃ。ふい。来てるか？今来ないで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 。おぉあぶねあぶねいない。いなくなっちゃった、うなちゃん。バレてない、バレてない。うなちゃん隠れんのうまいから。待って、足跡見つけてね、ひろさん。なんか手裏剣みたいになってる。すごっ。ヒデオさん、新しい足跡見つけたぞ。足跡による。待って。この足跡、外側行ってね。あれ？あああウィップアウトヒデオさん、この高さ落ちた、怖っ。ヒデオさん、足跡どうだ。まあそうだよな、ね。今、下に繋がってたもんな。こんな高いとこから落ちて平気かな。どこに行っちゃったんだ？待って、もう一回ヒデオさんに与えなきゃいけないの、アサリ。大変じゃん。これ顔ついてる。なんだろう、これ。これ何なんだろう。あ、やべえ、でかくなっちゃった。やべえ、やべえ。あ、やべえ、バレた、バレた、場所バレた。待って、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。場所バレちゃう。10個になるとね、場所バレちゃうんですよ。まずい。よし。アサリ捨てといた。よし。隠れる。よかった。アサリ捨ててよかった。わかんなくなってる。キョロキョロしてるね。なんとか耐えたんですけど、アサリを結局、あと9個ですね。9個与えなきゃいけないので、なかなかハードモードだ。まずアサリを集めるとこから行かなくちゃいけなくて。よしよし、真ん中にいる間に、今のうちに、隠れたとこから投げていきたい。よし、遮蔽物、あ、危ない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 、これはさすがに危ない。チャンス。一個。やばい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 、バレた？やばい、俺のアサリがバレてる。どこだ？うなちゃんどこ行ったんだ？こっち、こっち行こう、こっち行こう。こっち、大丈夫か？あ、よかった、あぶねえ。なんか儀式みたいにぐるぐる回ってる。あぶね、バレてる。やばい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 。あ、ここにアサリあるから全部当てればなんとかなるかもしれない。来るな。よーしよーしよ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 し、捕まえた、捕まえたぞ。で、ヒデオさん捕まえたので、こちらへ来てください。ここが牢屋です。ここにお入りください。え、今回、私、うなチャンネルは、ヒデオくんを捕まえることに成功しました。彼の生態は、まだわかりませんが、一応、スプラトゥーンの世界の妖精だとは、うん、妖精ってあの妖精の方ね。一応わかってるんですけど、さらにその、それ以外の生態が全くわからないので、これから、この牢屋で研究していきたいと思います。捕まっちゃった。あれ、僕の家来にするわ。待って、観覧車もある。お、なんか
黒毛がやばそう。はい、よろしくお願いします。本日もヒデオさんに見つからないようにアサリを10個当てていきましょう。まず落ちてるアサリを拾って、まあ、バレないようにですね、バレたらヒデオさんにやられてしまうので、見つからないように隠れてこっそり当てていきましょう。どこにいるかな。今日はうねちゃんからアサリを投げられる拷問をやられるので、その拷問から逃げていきたいと思います。うなちゃんを見つけ次第やっつけたいと思います。あれ、ひでおさんいないぞ1分間探してもひでおさんいないんだけど、ずっと隠れてる。あ、なんか出てきたちょっと待って、それ気づかんわ。なんか出てきたぞ。あそこにいたのか。出て入る閉じて開いて開いて閉じて、いた。いた。いいかな、当てて。当てていいかな。へい。待って、気づくの早っ。え、これ登れんの待って、気づくの早っ。今回のヒデオさん、反射神経がいいね。やばい。今登ってたぞ。だからちょっと登ってたぞ。来てるか？あれ、いなくなった。チャンス、一回隠れよう。まずい。バレてる。早速バレてる。今回のヒデオさん反射神経いいぞ。おい、いるの、わかってるんだよ。おい、待て。巻いたか？いなくなったか？あ、逆回転だった。あ、いた。あのとこにいる。俺のこと見失いましたね。金目鯛美術館って言うけど、どこに美術的なものが。お、あれが美術的なものか。今、ヒデオさんね、2個ついてるんだよ。あと8個アサリつけよう。何やってんのあれ。ヒデオさん？ヒデオさんなんかバルーン打ってる。なんかブルンブルンしてるんですけど。ブルブル。今チャンスじゃね？これ。1、2、OK！今いた気がしたけど、いないわ。ブル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 って、ね、揺れてんの、これ撃つと。見えないだろこれ。これ見えてないよね。あはっ、おお、いくか。ふい反射神経めっちゃいい。いないんですけど。今日ヒデオさん早いぞ。ただこのアサリの場所、おー、バレてない。変なとこ行きましたね。これすごい、これかわいい、これ欲しい。何やってんのヒデオさん。俺なんか水が出てる銅像のとこずっと見てるぞめっちゃ見てる。気になってんですかね、あのションベン小僧みたいなイカめっちゃ気になってる。今チャンスかな。よし、あ、8個、え、8個でついた。8個になってる。俺、アサリ、ガチアサリ8個になってる。ヒデオさん、捕まえることができました。やだ。怖い。無理。ヒデオさん。なんか、スプラ2の時はさ、10個だったじゃん、アサリ。今8個、ドラちゃん何やってんの？ごめん、ヒデオさん、今、猫が暴れてた。ダメだよ、そんな。ドラちゃんは僕のスパイだから。なんか、スプラ3になってから、アサリ8個でいいから。なんか、ヒデオさん。ヒデオさん、事故で捕まっちゃった。どんまい、ヒデオさん。スリ。にゃー。なんか、猫頭スリスリしてんだけど。頭スリスリしてくる。懐いてる。スリ。にゃー。にゃー。今回懐くぞ。見て、ついてくる。ヒデオさんついてくるぞ、ほら。わあ、かわいい。ヒデオさんついてくる。どこまでついてくんの、これ。にゃーん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 
にゃんにゃにゃんにゃんにゃん。にゃごろにゃごろごろにゃご。ごろにゃごろにゃごろにゃご。ごろにゃごだってば。こっち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 。こっちこっち、ひらやさんこっちこっちこっち。はいはいはい。はいこっちこっち。ああ、はいはい、ここまで落ちちゃった。にゃん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 、ごろにゃご。おい、ひれおさん。飼い主が水に落ちたら助けに来ないのか？そう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 。泳げない猫だから。なんだ、水が、もしかして泳げないから怖いのか？泳げないのか。でも俺も溺れちゃったよ。次は助けに来てくれる？わかった。うん。じゃ行くよ。次頼むよ。俺泳げないからね。頼むよ。助けて！ひなさん！こわご主人！僕のご主人が。はい、よろしくお願いします。本日も、ひでおさんにアサリを8個当てていく遊びをしていきたいと思います。サムライ。サムライ。サムライ。僕はサムライ。ステージはマテガイ放水路にしたのですが、これここのアサリよくわかってないので、あ、なんか来てますね。なんかやってるよ。なんかやってる。ちょっと待って。ちょっと待ってみんな。なんかバルーン切られてないか？いけ。僕は、強くなるんだ。上から見とこう。何やってんだこれ。バルーン切ろうとしてるぞ。チェーンソーみたいなやつで。これ何してんの？このバルーンが切れるまで修行するんだ。なんで切れない？なんで切れないんだ？ヒレの呼吸、1の型。ヒレー！うぅ！ヒレ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 ！はははははやってる。早い早い。いつがいいんだ、タイミング。ここか？ここなのか？おい！ 2 個！怖い。あ、バレてるバレてるバレてる！くそ、あそこにいるの。バレてるけど、こう！ひろさん！これ、ガラスがあってバレ、大丈夫だ。めっちゃ下から攻撃してくれ。怖い。見て！下から上から落とせんじゃないか、アサリ。ほい。あ、入った！すごいこれ！入れ。待って。登ろうとしてる、待って。一回隠れろ。ひろさん来るぞ。隠れろ。やばい、バレてる？待って！待て。やばい。マジで危ない。逃げろ。待て。どうしよう。どこに逃げれば正解なんだ。ちょっと場所バレちゃう。どうしよう。よし、これをおとりにしよう。はい。アサリのとこ撃ってる。よかった俺生きてた。あれ、うなちゃんいないんですけど。さっきここにいたと思ったんですけど。あと、なんか8個に変わったから、あと5個ですね。5個当てればいいんですけど。あいつはどこ行った？あ。なぜ切れないんだ。なぜ切れないんだ。僕に切れないものはないはずだ。くっそー。バルーンを救ってあげなきゃ。器物損壊はダメだよ、ヒレオさん。ほいほいほいと。逃げろ。6個まで行った、6個まで行った、6個。待って、なんだこれ、濡れてる。まずい、まずい、せっかく6個まで行ったのに。ちょっと、やばい。いや、ほんとやられちゃう。まだ8個になっちゃった。もう、どうしよう。やられた。今回むずすぎる。返却しました。僕にアサリは必要ない。
僕に必要なのは、愛と勇気。なんか今回のヒデオさん、結構やる気満々で難しいです。8個当てるだけでも命がけなので、いつもちょっと抜けてるとこあるじゃん、ヒデオさんって。今回それがないからさ、あ、やってるやってるやってる、またやってるよ、見て。バルーン切ってる。俺も切られたからな、同様に。やばいやばいやばい、投げすぎた投げすぎた投げすぎた、まずい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 、いや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 、ちょっと危ない危ない。え？食後無理、今日マジで無理、今日の、やばい、来てる、助けて、あ、バレてないか、みなちゃんはどこに行ったんだ。あ、いた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 、見て、なんかバルーン攻撃してる、またあと4個なんだよね。あそこにも切れるものがありますね。なぜ切れないんだ。僕に切れないものないはずなのに。ちょっと逃げ道を確保しながら投げていくか。ここからだな。1、2と。当たった。1個、1個だけ当たった。でも、これ場所バレてないぞ。なんでこの刀切れないの？なんか来たんですけど。ここならバレてない。よし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 、キョロキョロしてる。探してるね、俺のこと。切れろ、切れろ、切れろ、切れろ！おれ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 、切れろ。みんな見て。上からバルーン切ってる。そろそろいけるか、そろそろいける。危ない、危ねえ。危ねえ、めっちゃ探してる。めっちゃ探してた、今。あと2個だぞ、みんな。もう2個、これ、つけちゃうか。やばいやばい、結構キョロキョロじゃない？めっちゃ警戒してる、見て。あと2個当たるから。うなちゃんはどこだ？俺今ちょうど2個持ってるから、もう命がけで行ってくるわ。まず1個からの2個。やばい！あーと1個が足りなかった！くっそー！やられたー！ちょ、7個当てていい？ 1、2、3、4、5、6、7。あ、そろくらい！オッケー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 。今回ヒルさんマジで強い、マジで強い、マジで強い、マジダメダメ、やだやだやだ、取っちゃったんですけど。今回のヒルさんめっちゃ怖いんだけど、その剣持ってくるの怖、なんか捕まっちゃったわ。ヒルさんね、今回めっちゃ危険だったからね、牢屋作ります。ここにちっこいローラで、ローラ牢屋で、監禁するので、ヒルさんこっから出ないでください。ヒルさんこれで監禁されました。お！お！うぇ、脱獄してる脱獄してる。ねえ、ああ、戻ってきた。監禁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 。監禁監禁監禁。